初代ローダーデールコージョンメートランド初代ローダーデールコージョンメートランドは新京都革命及び音声復古期のスコットランドの貴族、政治家。イングランド王チャールズ2世に徴用されてイングランド貴族に上され、コバルの一員としてスコットランドを代理統治した。1616 16年初代ローダーデール白ジョンメートランドと初代ダンファームリン白アレグザンダーシートンの娘。 イサベルの長男として、レシントンで誕生した。1642年から第一次、イングランド内戦が始まると、長老派を放じ、名役派として、国民名役を結び、イングランド王チャールズ一世に抵抗。名役が内部分裂を起こすと1643年に、チャールズ一世と戦っていたイングランド議会と交渉して、厳粛な同盟と契約を締結。 王党派と議会派が主党を繰り広げるイングランドで議会派に協力した。しかし、翌1644年に王党派からイングランド数密院とスコットランド数密院両方に議席を与えられ、王党派に寝返り、1645年に爵位を、ついで第2代ローダーデール博となり、1646年にチャールズ1世がスコットランド軍に投降してからは、 王党派と交渉を行い、翌1647年にスコットランドの長老派保障と引き換えにした王党派の協力を取り付けた。しかし、翌1648年に第二次イングランド内戦に敗れたチャールズ一世が議会派に引き渡され、1649年にチャールズ一世が議会派に処刑されると息子のチャールズ王大使に従い、オランダへ亡命。 1650年にチャールズと共にスコットランドへ戻り、イングランド共和国に抗戦したが、1651年の第三次イングランド内戦で、ブスターの戦いに敗れると捉えられ、ロンドン島へ東国、1660年の王政復古まで釈放されなかった。釈放された後は王政復古で即位したチャールズ2世からスコットランド大臣に任命され、 スコットランド大法官のロシズ・ハクジョン・レズリーやセント・アンドルーズ主教、ジェームズ・シャープと共にスコットランドで牽制を振るった。1661年に開かれたスコットランド議会でチャールズ2世を教会の主張と宣言、スコットランドの宗教制度を長老制から監督制に切り替えさせ、イングランド支配の徹底を図り、反対派には拷問、罰金、 監督政協会への強制入会で弾圧した。また、1667年にコバルと呼ばれるチャールズ2世の側近集団が形成されるとその一員となり、1669年にスコットランド首席高等弁務官、1672年に公爵に助釈され、スコットランド数密院議長も兼任1674年に イングランド貴族のギルフォード博にも助釈されて頂点に達した。しかし、スコットランド西部のローランド地方では監督制への不満が高まり、1679年に長老制を重んじる名役派の反乱が発生。シャープが反乱軍に殺されて反乱が拡大したため、チャールズ2世に見限られ、チャールズ2世の諸子のモンマス公爵、 ジェームズ・スコットとダンディ・シャク・ジョン・グラハムラが反乱を、4月、翌1680年に、病気のため国王代理を辞任。チャールズ2世の弟のヨーク公ジェームズが、公認の国王代理として、スコットランドへ赴任した。辞任後は活動の場を与えられないまま2年後の1682年に66歳で、死去。2回結婚していて、1632年に、ヒュームク。 アレグザンダー・ヒュームの娘アンと結婚して、一人娘、メアリーを設け、1671年にアンが死去した後は、翌1672年に、リザート白ウィリアム・マレーの娘エリザベスと再婚した。どちらの結婚でも息子が生まれなかったため、ローダーデール・コークライとギルフォード白衣は、消滅、残ったローダーデール白衣は、弟のチャールズ・メートランドが継いだ。 メアリーはツイードデールコージョンヘイと結婚した。ABCD 松村 P411 トランター P284P286 キレーン P131P132 トランター P286P290 キレーン P132P135 ありがとうございます。